ば晴れだろう、天気が悪けりゃ雨だろう、雨が降ろうと風が吹こうと東京ボーイズほがらかに。東京ボーイズでございます。よろしくお願いします。もう35年も我々やってるんですよ。今年で結成35周年でございます、バカばっかりが集まりまして35年もやってきました。はい、本当ですよ。そういうわけでね、35年も経ってやってるんだから、そうそうそう、なんか歌がうまいのは一人ぐらい、普通はボーイズはいるんです。いるんでございますけどね。うちは歌がうまいの誰もいない。あ、そういうといないですよね。だから歌うわけにいかないから、うん、今日のお客様方があんまり知らない歌を並べて歌おうじゃないか。あ、そりゃいいですね。下手なのバレないよ。ほうほう。例えば外国の民謡かなんかどうだろう。あ、いいですね。なあ、それでは今日は皆さんのなるべく知らない世界の民謡をお届けしたいと思います。なあ、東ティモール民謡から聞いていただきたいと思います。その後がキルギス民謡、チェチェン共和国民謡。知らないよ。ある民謡言いなさいよ。では今日はカチューシャという歌いきたいと思いますね。文句はリンゴの花びらが風に散った。それは美空ひばりだよお前。はい、分かった。分かりました。リンゴの花ほころ。それですよ、行きましょう。行くぞ。ね、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ファイブ、シックス、シックス、セブン、ロケットの打ち上げだよそれじゃ。いいね、これ行きましょう。そうじゃないの、はい、歌は4になったら出る。あ、そうなんですか。分かったか。分かりました。ワン、アテュー、ワン、ツー、スリー、フォー。4になったら出るんだよ。言っとかないと。出られないじゃないかよ。お腹の中でカウントしなさい。ワン、アテュー、ワン、ツー、スリー、フォー。リンゴの花ほころび、川も。表行って一人で歌ってこい。だってロシアミートこういう感じじゃないね。あのね、コーラスやってんだよ。はい、お前は出しゃばりすぎだよ。東京ボーイズの高が3分の1だろお前。3分の2に合わせなかったらコーラスはできないんだよ。それが民主主義というお前は。言っとかないとだよ。もういいよ、お前たち関係ないね。僕がやるよ。え、俺は一人で歌うよ。あら、あんたが。あらじゃないよ。珍しいですね。何が。皆さん、この方が東京ボーイズのリーダーでございまして、いやいや、長年リーダーをやっておりましたが、近々リストラでクビになることになる。余計なこと言うなよ。何行きましょう。何行きましょうって、うん、今ブームは何だ。今ブームと言いますとガーデニングでございますかね。ブームですよこれは。はい、歌。あ、歌ね。歌ブームなんでしょうね。なんでしょうね、はい、今ブーム知らないの。何ですか。ワイアン。ワイアンって何。ワイアンってハワイアンじゃねえか。なんでそこで歯抜くのよ。それはやっぱりズージャーでしょね。なんだズージャーってのズージャーってジャズ。音楽用語でひっくり返すのね。じゃあ火炎って知ってるか。火炎って何よ。演歌。ひっくり返すなそのまま。じゃあハワイアン行きましょう。いやハワイアン ねリーダーの得意な何がいい。いや得意なもんはないんだけど別に、うん、はいはい。あれ行くかな。あれって何つ。小さな橋の下に住んでるんですか。誰が。隅田川かなんか。隅田川じゃないよ。何。そういう有名な曲あるだろう。あれは小さな竹の橋でしょ。あ、それ行くよ。いや、あ、いいですね、行っていただきましょう。いや、いいの、伴奏しろ。あ、僕ね、この曲知らないんですよ。ごめん。何言ってんだよ。この曲だけわからない。ウクレレ持ってんじゃねえかお前。ウクレレ持ってったって演歌しか弾いたことないもんね。知らねえのか、うん、知らない歌が。はい先生。お前はぼーっとしてるけどちょっとお願いしますよ。何を。小さななんとか橋の下。あれ竹の橋。竹の橋、そう。あ、いいの。ちょっとちょっと。はそうそうそう。なんで終わっちゃったの。なかなかいい曲ですね。なんかスッとこうハワイアンという感じがあっていいね。終わってよかったね。うん、よかったよかった。おい、たんちゃ、なんで終わっちゃったんだよ。なんで歌うんだよ俺が。あ、歌うんだったの。ちゃんちゃんちゃんなし。あ、先まで控えてる。そうそうそう。はっ。小さな橋よ、竹の橋の下、川の水も流れてゆく。あの日の夢も楽しい思い出も川の水に流れてゆく。長い年も月も水面を彩り、やがては消えてゆく赤いバラの花びら。小さ
草の橋よ竹の橋何とも呼んだんだろ夢も流れてゆく サンキュー ありがとう。お前知ってんじゃないか。あら知ってましたね。なんでお前が最後一番いいとこ歌うの。いやいやごめんごめん失礼いたしました。うちの歌を歌いなさい。はい、東京ボーイズ謎かけ小歌。スマップという歌手は謎かけもんだで解くならば評判のいい旅館と解きまっせり仲居がしっかりしていますって。わかりました。沢田彩子という人謎かけもんだで解くならばしつこい風と解きまっせり熱は冷めても咳抜けぬスピードという歌詞は謎かけもんだで解くならばノリにわかめと解きまっせり海産物になるという加賀賢治という人謎かけもんどで解くならば春の花見と解きまっせり梅見や桜は忙しい。ありがとう。最後に東京ボーイズを謎かけもんどで解くならば種をまかない畑です。いつまでたっても芽が出ない。おいが悪ければ雨だろう雨が降ろうと風が吹こうと東京ボーイズさようなら。